はい、皆さんこんにちは。こちらのね、AirPods ですが、まあ発売当初から日本では、まあ耳からうどんとかね、いう人がいたようですけども、まあその耳からうどんがね、まあ果たして成功だったか失敗だったかをね、今日はちょっと、まあ次期ね、AirPods も、まあ視野に入れながらね、ちょっと、掘り下げていきたいと思います。まあそれでね、私はこの形にしたのにはね、何か理由があるんじゃないかと思ってまして、一つ目はね、誰にでも気づくワイヤレスっていうね、ことをアピールしたかったんだと思うんですよね。で、まあこちらの AirPods はね、まあこのように、まあ少し太いんですけども、まあ先代の有線のイヤポッツのね、形状にすごい似てるんですよね。で、こちらからこのコードをカットしたようなね、形状になってるわけですよね。だからね、これ誰が見ても、まあ、よく見るアップルのイヤホンがコードがなくなってるよねってわかるわけですよね。それでね、この前よく行くね、中華屋さんでね、会計の時にね、このエアポッツしてたら、そしたらね、おばちゃんがね、お兄ちゃん、これイヤホンなのって聞くんですよね。あ、これお兄ちゃんでも何でもないんですけども、で、私はね、そうなんですよ、コードないんですよって言ったらね、おばちゃんがね、いやびっくりね、こんなのできちゃう時代だと宇宙人が来てもおかしくないねとかってね、言ってたんですよね。だからまあこのおばちゃんにとっても、あのイヤホンっていう形をしているのにコードがないっていうことに気づいたわけですよね。だからやっぱりね、このシーンを見ても、まあアップルの狙い通りなんじゃないかと思うんですよね。そしてね、次は白はね、アップルのイヤホンの代名詞だと思うんですよね。で、まあこちら、まあこの、まあ昔のね、イヤーポッツですけども、まあこれアップルはね、この白いイヤホンっていうのを、まあこの付属につけることによってね、まあこう認知度をね、高めてきたわけですよね。まあ、非常にカジュアルで、まあこうね、気楽に使えるってイメージですよね。まあそれでこの、まあイヤーポッツ、まあこの前のやつとね、まあ、こちらの AirPods というふうに、まあ、白のイメージはね、非常に定着させてきてますよね。そう、それで3つ目はね、この重厚よりもね、カジュアル感ってことで、まあ、最近のね、まあ、こう Apple 製品はちょっとね、色合いが、まあ、ダーク路線でちょっと重厚な部分もありますけども、もともとはね、こういった、まあ、白のね、カジュアル感あふれるものがね、やはり躍進の原因になってたと思うんですよね。で、まあ、このように、まあ、初代のね、この iBook って、まあ、この色のね、iMac があったと思いますが、まあ、この MacBook 系もね、こういったカジュアル感で、まあ、とにかく誰でも簡単に使えるっていうイメージをね、使いたいということで、まあ、初代の製品はね、割とカジュアル路線っていうのがね、多かったんで、まあ、今回のね、AirPods も、まあ、そういう狙いがあるものと思っています。はい、それではね、売れ行きなどをちょっと見ていくと、まあこれ人気はどうだったかっていうと、まあこちらね、1月の時点ではね、かなりのインパクトがあったんですよね。このオンライン販売でのワイヤレスイヤホンのマーケットシェアですけども、まあ、こちらをね、探っている会社のデータによりますと、まあ、AirPods のね、発売前の期間では、まあ当然なかったので、Apple はね、0% だったのが、まあ、AirPods 発売後には 26% まあシェアを取ったということですよね。で、まあこちらグラフなんかにも出てますけども、まあただですね、こちらについては、期間がね、AirPods 発売後の期間だけをね、まあ拾って 26% とね、言っていますけども、まあこの調査した会社がね、まあこの注意してほしいっていうことをね、まあ言い直したようで、まあ、マーケット全体では、まあ、台数は 2% ぐらい、金額で 3% ぐらいだったとかってね、言うんですけども、まあ、出だしのね、インパクトはかなりあったと思うんですよね。まあ、それでね、生産の遅れなんかがね、ありましたけども、まあ、こちらね、製造にね、難しさがあるとかって、まあ、囁かれていますが、まあ、やはりね、供給が需要を上回らないということで、まあ、このアップルのね、オンラインストアでは、もうほぼね、12月から7月までは、まあ6週待ち。そして8月の中旬ぐらいに、3、4週待ちになり、で今現在はね、2、3週待ちまで、まあこう落ち着いてはきていますが、
まあ、やはりねこちら量販店の在庫も出てきたあたりで、まあ、これがね実際どのぐらいねその生産体制が整ったかっていうのはちょっとわからないんですけども、まあ、こちら、まあ、一応ねあのティム社長も、まあ、この生産キャパをかなり増強してますみたいなことをね、まあ、語っているということですよね。まあ、そしてね年内次期モデルはあるのかっていうところですけども、まあ、これ可能性としてはねこれやっぱりこの製造の難しさにも値を上げてね、まあ、今現在の初代を廃盤にして組み立てやすい設計にモデルチェンジするっていう可能性はあるのかなってちょっと思うんですよね。まあ、あるいは、まあ、この新機能のね特許を取ったとかっていう話がね、まあ、これギズモードの、記事に載ってましたけども、まあ、これなんかね新しいそのノイズを遮断する機能とかね、まあ、その状況に合わせてっていう機能が、まあ、この特許を申請しているということで、まあ、ただですね、まあ、この初代のねこのいろいろな遅れを見てると年内ってのはちょっと厳しいんじゃないかなって正直、私は思ってますね。まあ、それで、まあ、だったら新色はあるのかってとこですけども、まあ、これね初年度はねこうアイコン的に白にね一色にするっていうのはよくねアップルがやる手法かと思うんですが、まあ、これ iPhone に合わせてねカラー追加があってもいいのではないかとは思っています。ただしねこう問題はねアルミでない素材でアルミ風を出すのかどうかというところですよね。まあこれねパワービーツ3なんかは、まあ、そういったものをねこう出して、まあ、そこそこね質感上げてましたから、まあ、同じねグループ内で同じ、まあ、手法を使って高級感を出せる可能性はありますよね。はい、それではまとめさせていただきますと、まあ、こちらねアップル初のワイヤレスイヤホンとして、まあ、この耳からうどん形状をね選んだことは正解だったんじゃないかと思います。で街でもね使ってる人にパッと気づきますから、やはりねアイコン化にはね成功してるんじゃないかと思います。まあ、そしてねこの生産の遅れっていう残念な面がね、まあ、仮にこの形状のせいであったら、まあ、ちょっと大成功とは言えないんでしょうけども、まあ、ちょっとね原因がこう発表されていない状態ですから、まあやはりねとりあえず大成功だったと私は思っています。でまあそもそもねこのうどんだって思うのなんて、まあ、日本人くらいなもんでね、まあ、こうアップルはねこう世界中に販路を持つアメリカの会社ですよね。まあ、そしてこちらの AirPods のねこのモチーフはスターウォーズのねストームトルーパーとも言われてるんですよね。まあ、これそしてね購入した人の中の満足度はね 98% と言われてまして、まあ、これね使っていらっしゃる方はね分かると思うんですけども、やはりねその形状とかなんとかっていうものをねはるかに超えて、まあ、この快適性がね上回ってくるわけですよね。でまあ私はねそもそもまあ別にうどんだなんてね思ってないんで、まあ私はねかなり満足度の高いねアップルらしい製品だと思ってます。ってことでね、まあこう年内ね新型とかちょっとね明言もできないんですが、まあ今日はねちょっと AirPods について、まあ、使用してね、これどのぐらい経つの、この8ヶ月ぐらい経つんで、まあ、ちょっとね話をしてみました。それでは今日はこの辺で。この動画が面白いなと思ってくださった方はいいね、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。